ただいまから第69回新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催いたします。本日は政府の基本的対処指針の変更に伴う本件の対応についてを議題といたします。まず政府の基本的対処方針の変更の概要やこれを受けました本件の対応などにつきまして危機管理環境部から説明をお願いいたします。危機管理環境部でございます。まず全国における全国および本県の感染状況について資料1をご覧ください。上段全国の感染状況につきましては昨日11月20日には112名の感染が確認されており、11月以降新規感染者数が300人を下回るなど感染が落ち着いている状況が続いている一方、北海道では今月に入って前の週を上回る傾向となっております。ただ本県の感染状況につきましては直近1週間の人口10万人当たり新規感染者数が8月30日 53.6人となっていたものが昨日11月20日時点で0人となっており、感染状況を落ち着きを見せております。続きまして資料2をご覧ください。11月19日に開催の政府対策本部会議におきまして政府基本的対処方針が変更となり、見直しのポイントにありますように新たに次の感染拡大に向けた医療提供体制の強化、分科会で示された新たなレベル分類、ワクチン検査パッケージ等を活用した行動制限の緩和などが盛り込まれております。行動制限の緩和につきましては飲食におきまして課題にあります通り、平時においては人数制限が緩和されるほか、感染拡大の傾向が見られる場合におきましてもワクチン検査パッケージ制度の適用により時短要請等の制限が緩和されます。自閉市のイベントにつきましては5000人を超えるイベントにおきましても感染防止安全計画の策定やワクチン検査パッケージ制度の適用条件に収容定員まで人数上限が緩和されます。花壇の移動につきましては外出については混雑した場所や感染率の高い場所を訪れる場合を除きワクチン接種の有無にかかわらず自粛要請の対象に含まれないこととなり、県をまたぐ移動につきましてはワクチン検査パッケージ制度の適用により自粛要請の対象に含まれないこととなります。続きまして資料3をご覧ください。本県が運用してきました徳島アラートにつきましては政府分科会で示された新たなレベル分類の考え方や政府対処方針の変更を踏まえまして医療逼迫の状況を重視した形で運用を行うこと、国の新たなレベル分類に応じた区分とすること、また名称を分かりやすく変更することとし、資料中段にありますフレーマーの通り重点措置が検討されるレベル2や宣言発令が検討されるレベル3をはじめとした各段階における対策についても新たな対処方針に適応する形で見直しを行いたいと考えております。なお資料はありませんが本件におけるワクチン検査パッケージを活用した行動制限の緩和につきましては国の実証実験に積極的に参加し、秋の阿波踊り、健康を考える県民の集い、また飲食を伴うジャズライブ、ドリンクラリーの4案件で実験を実施しており、今後これらの結果に基づき感染防止対策と経済活動両立アフターコロナを見据えた取り組みを進めてまいりたいと考えております。以上でございます。次に、保健医療提供体制確保計画などにつきまして、保健福祉部から説明をお願いいたします。はい、保健福祉部でございます。保健医療提供体制確保計画についてご説明いたします。先ほども岸田部長から説明がありましたが、国から第6波に向け少なくとも今回における感染拡大と同程度の感染拡大が生じることを前提として想定する感染規模や確保すべき病床数等を盛り込んだ新たな保健医療提供体制確保計画を今月末までに取りまとめることとされております。資料5はその
構築方針を定めるため、10月末に国に報告した数字であり、その内容について説明したものが次の収容力となります。全国では、今夏の感染拡大のピーク時に想定しておりますが、本県においては、第5波の感染拡大時には、現行の医療提供体制で十分対応できておりましたが、本県以外の四国他県がいずれも、まん延防止等重点措置の対象となったことを踏まえ、本県の感染拡大が四国の他県並みとなったことを想定し、最大値の2割増を本県追加を行っております。その結果、最大療養者数は605人で、要入院者数は205人。これに対応するために必要な病床数としては256床が導かれ、これについては臨時の医療施設を新たに22床加えることによって、現在の確保病床の増強を図っているところでございます。さらに、宿泊療養施設についても、現行の400室から450室を確保するよう調整を行っております。現在、この数字をベースに医療機関や専門家と協議、検討を重ねており、今月中に計画を取りまとめるとともに、第6波に向け、万全の医療提供体制を構築してまいります。また、現時点のワクチン接種状況について、あわせてご報告いたします。資料7をご覧ください。11月10日現在で、本県の12歳以上の2回目接種率は 84.3% となっており、20代から30代の1回目接種率がすでに 75.7% となっていることから、国が示す理想的な接種率にほぼ到達している状態と、そのように考えております。保健福祉部からは以上でございます。他に何かありますでしょうか。時間関係です。ありがとうございます。2点ご報告いたします。まず人流のモニタリングにつきまして、資料8をご覧ください。現在実施しております京阪神からの県内繁華街観光地への人流モニタリング調査につきましては、ワクチン接種の進展に伴い、上段第4波拡大前の3月22日から4月の4日の人流を基準として、現在の人流を比較する方式から、下段にありますように、1週間あたりの繁華街、観光地の人流の推移を俯瞰できる方式に変更したいと考えております。なお、本県への全国からの人流につきましては、引き続きモニタリングを実施してまいります。続きまして、資料はございませんが、飲食店および宿泊施設従業員向けの検査の切り替えについてご報告いたします。飲食店および宿泊施設を対象とする新型コロナウイルスのモニタリング検査につきましては、現在実施しております無症状感染者の発見を目的とした PCR 検査を、ワクチン接種の進展を踏まえまして、有症状者を対象により迅速かつ新型コロナウイルスとインフルエンザウイルスを同時に判定することが可能な抗原定性検査キットに切り替え、今後懸念されております第6波に備え、早期各地体制の強化を図りたいと考えております。以上でございます。他に何かありますでしょうか。それでは8時からご質問をお願いします。はい、今も話があったように、全国の感染状況非常に落ち着きを示している。本件についても今日発表分まで8日連続でゼロという状況になってきているところでありますが、その一方で第6波、ここに対しての危惧もないわけではない。 AI 解析、これによりますと、よく東京都の、ね、モニタリング調査の話が出てくるわけなんですが、1月の中下旬、こちらでやはりピークを迎えるんではないか、こうした話もあるところでありますので、なかなか予断を許さない点もあるということになります。しかしこうした中で、先の19日政府対策本部、こちらが開催をされまして、この中では基本的対処方針見直しが行われることになりましたので、本県としてもやはりこれに合わせる形で対応をする必要があるということで、以下大きく4点申し上げていきたいと思います。まず第1点目は徳島アラートの改定についてであります。国の分科会の方では8日の日、これまでは4段階ステージという考え方、また5指標7項目という数値があったわけなんですが、これらをやはり社会経済活動、これを上げていく、そうした中で病床の逼迫、
ここの重点化をしようということで、考え方をステージからレベルという形で5段階のレベルについて対応していこうという話になったところでありますので、当然我々としてもこのステージという考え方からレベルへと、そしてより病床の逼迫、こうした点について重点を置く形、まあ、ただしさまざまな基本的な感染防止対策、これは全てに前提となる、こうした点を忘れずに我々としてもこちらについてのアラート改定をもう行うということにしたいと思います。まあ、細かい数値の点については国から出てくるもの、これをしっかりとこれから咀嚼することになるわけですが、最終的には専門家会議、その意見も踏まえる形で完成形にしたい。ただもうこのアラートにつきましては変えていくという形を取りたいと思います。次に今度は保健医療提供体制の確保についてであります。やはりこちらにつきましても第5波、これがまあ最大波でもあったといった点があるので、この最大といった点をしっかりと踏まえる、あるいは国の方では少ないエリアに対しては少し積み増しをしたらどうだという、先ほど四国エリアでうちだけがまん延防止等重点措置の対象外だった、じゃあ他の四国と同じだったらどうなるかと、やはり少し高めの対策、まあ、こうしたものをしっかりと考える必要がある。これが医療の提供体制においても、あるいは保健衛生体制に対しても同じということになりますので、本県では全国の先陣を切って CDC、 徳島版 CDC をスタートを4月行っているところでありますので、そうした点の検証、これもしっかりと行う形で、今のままで十分なのか、より体制を強くしていく必要があるのか、こうした点を出していっていただきたいと思います。そして3番目、行動制限の緩和についてであります。まあ、今回の政府対処方針、この行動制限の緩和、これが大胆になされる、ただし無条件じゃないですね。ワクチン検査パッケージ、これをしっかりと活用していく、また基本的な感染防止対策、これが前提になると、これは変わりがないところとなりますので、我々としてもこうしたものを前提とする中で、本日をもって例えば飲食店、イベント、県をまたぐ移動、大体3要素あるわけですが、行動制限の緩和スタートを切っていきたいと思います。しかしここの点で条件が付されているところがありまして、特にイベントについては感染防止安全計画の提出、これが求められているんですね。ということでこの受付、こうしたものも速やかに、まあ、国の方が様式などを定めておりますので、こうしたものも例えば本県のポータルサイト、こうしたところで分かりやすく提示をしていく必要があるのではないかと思いますので、抜かりなく対応を行っていただきたいと思います。そして4番目、こちらは言うまでもなく経済対策、新たに今回打ち出されました 55.7 兆円ということでありますので、まずはしっかりとこの内容について咀嚼をしていく必要があるということになります。我々として最大の関心事というのは、全国知事会から提言をしている地方創生臨時交付金2兆円、一体どうなるのか。先般関西広域連合で平井知事会長とも相談をしたところでは、2兆円、場合によってはこれ市町村とも入っているんですけどね、切るんじゃないかという話があったんですが、南部先生にそのあたり、さっきどうなるんだろうかと徳島県連との話し合いの中で言ったら、何としてもそれを上回る形で頑張りたいと、こうしたお話もあったんで、まあ、これはいい方向に進んでいるのかなと。 55.7 兆円、史上最大規模ということ、決してこれは悪い方向には触れてないな、こう思っておりますので、こうした点についての情報収集、しっかりと対応をしていただきたいと思います。ということで、あと最後には当然今回異例なんですね。従来は年末に作る経済対策、これは大体案と補正予算案が当初予算案と合わせて年末に示されて、そして年が明けた通常国会においてこれが審議を冒頭にされる、これが通例のパターン。しかし今回総選挙を前倒しにした、その理由といったものもこの経済対策、この実行を早く出していくんだということで、もう間もなく臨時国会が開かれ、この中で仕上げていくという形、そして年末年始これを使えるようにしようと、そのぐらい切迫しているということにもなるわけですので、そうなってくると県の対応もこれは変わってくる。よく言う14ヶ月予算という形で、
2月の補正に合わせてやっていくのでは間に合わないということになりますので、16ヶ月予算ということで11月の定例県議会にこちらをどういった形で補正予算として出していくのか、なかなか冒頭は厳しいかなといった点もあり、まあ、もちろんできればベストなんですけどね、まあ、こうした点、この経済対策、これをしっかりとアンテナ高く取ってそれを取りまとめて本件としても16ヶ月予算という形で対応できるように、これはまあ財政課中心に大変だとは思いますが、しっかりと、そして政府が考えているように年末年始しっかりと各方面の皆さん方がこれを使えるような形、これを取っていただきたいと思いますので、特にこの第4点目、大変重要なポイントとなってまいりますので、対応方、非常に時間がタイトではありますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。私の方からは以上です。ありがとうございます。以上で第69回の新型コロナウイルス感染症対策本会議を終了いたします。16時5分から会見開きます。さあ、それではいよいよ日本全体新しいフェーズに入ろう、そしてこれをくぐり抜けることによって、あるいは今回の対策を有効に活用することによって、アフターコロナ、これをしっかりと行うことができるかできないか、大きな分かれ目となるところでありますので、感染防止対策、これも十分に気をつけて、特に第6波、まあ、今日の全国知事会ではこれを迎え撃つという話も出ていたんですが、私の方からはできれば未然に防止する、こうしたことをより考え対応していく、こうした点全力で対応してもらいたいと思います。よろしくお願いします。